まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身の得点の振り返りお願いいたします。自分今日の振り返りはサイドで山崎春樹君が持った時に信じて中に入って、でいいボールが来たのでしっかり当てて決めきりました。決勝への意気込みお願いいたします。決勝への意気込みは自分が点を決めてチームを勝たせるようなプレーをしたいと思います。ありがとうございました。